どうもこんにちは。かわいいキッズとかわいいあややが大好きな桃原みのりです。やっぱりそこになんか血が通った動画作りができてるかっていうところだと先生は思いますよ。なんでこんな人映り込んでんの。じゃあダメですか。これダメだって。あ、いや私やるからちょっといいからいいから行きよ。ご覧ください。今どこに来ていると思いますか。わかりますか。どう先生は今実は秋葉原に来てます。見えますか。秋葉原です。ちょっと働かれてどれぐらいとかそのあたりちょっとお聞かせください。はい、大原さんとはもう一緒に YouTube を撮影するようになって半年ぐらい経つんですけど、まだそのなんと言いますか、彼女が何を表現したいか制作陣も理解できないことが多くて、今日は皆さんと一緒に何をするかというと、お外の人たちに声をかけていろんなことをやっていきたいと思ってます。頑張るぞ。結構はブブは頑張るぞ。悪すきは頑張るぞ。はい、というわけでやっていきたいと思います。どうも。あれ先生何持ってないんですか。こんなお米くんみたいのがついてる重曹手に入れました。はい、というわけでゲットしてきました。マンゴーです。じゃあ飲みましょう。マンゴーです。マンゴーの味がしました。もう一回飲みましょう。うん、マンゴーです。あ、しない。わー、これ何だろう。飲んだらマンゴーの味がすっごくしました。美味しいですね。道具は美味しいかって言ったらいっぱい美味しいです。お散歩にいいですね。美味しいです。冷たくてすっごくマンゴーです。うん、ということでとっても美味しい美味しいだったんですけれども、みんながこれマンゴーだってわかるかどうかの匂い当てクイズを、ちょっといただきます。すいません、こんにちは。こんにちは。あ、ということで、じゃあ私が嗅いでみたいと思います。無臭ですね。飲んじゃおうかな。ちょっと飲んだらわかるっていう感じですね。匂いはわかりません。聞きました。この人に声かけましょう。お姉さん、すいません。お姉さん、こんにちは。お姉さん、お姉さん、ほら、今大丈夫ですか。大丈夫でした。ありがとうございます。こういうの飲んだことありますか。あんまりない。あんまりない。そしたらこれ匂い当てクイズです。ダンダダンダンダダン。はい、ではこれからジュースのようクククって書いてもらって、何の果物ですかっていうのを当ててもらいたいと思います。いい、もういいよ。そうですよ、ニュークククククって考えてもらっていいですか。ちょっと、はい、ヒントは夏の果物です。いかがでしょうか。匂いを嗅いで、クン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 。はい、じゃあ、はい、挨拶始めます。はい、キッズしてください。キッズ、今日も元気にお祭りドラゴン、わっしょい。あ、お願いします。あ、今日、わっしょいっていうやつなんで、はい、はい、行きます。お祭りドラゴン、わっしょい。はい、大丈夫です。あ、大丈夫です。着信してください。で、今回なんですけど、前回の動画ありましたね。前回の動画あったと思うんですけど、なんだろうな、この指針みたいのが整ってないって感じなので、今回整えます。それを、あ、まず、まあ、決定的に足りないのはこれです。で、じゃあここなんだと思いますか。じゃあこれ、ピッ、ふんって、これなんだと思いますか。これ何の、あの、英語が入ると思いますか。そうですね。で、これパッションが動画の中に今欠如している状態です。でストック3本ありますけど、この中の今どれにも足りてないです、正直。で、このパッションが足りないとお祭りドラゴン、あ、はい、文母分子ってなった時にわっしょいあってからのパッション、これがないと、これ分子がゼロならもうゼロになっちゃうんですよ。
普段のこう和気あいあいとしたキャラクターとその実際のところが若干違うところがあるっていうふうに言ってたんですけど、そのあたりでどういった印象がありますか？彼女は撮影になると別人のようになるんですよね。普段はとても温厚なんですけど、撮影になると目の色を変えて怒ってくるんですよね。実際桃原さんのその、まあ、こだわって作られているその YouTube の動画っていうのは反響とかいかがなものなんでしょうか？彼女の自信作をアップロードしたんですが、828再生しかされず、運営陣も困り果ててるんですよね。まあ、彼女は828っていうことで、やぜやだって言い張ってるんですが。ポーズだったのに、はい、今、手で手しか映ってないから、どっちかっていうさ、こんにちは。私は、可愛いキッズが好きで、歌うのも大好き、踊るのも大好き、食べるのも大好き、そんな、桃原みのりです。良さが生かしきれてないですね。この状態もほら、はい、もう顔7分の1がしか出てないですから、こういうカットがあること自体がまずダメですね。ちょっとそこを流してもらってもいいかな。ということで、ダメだね。私が実際こう先ほど撮った映像を見てみてどうですか？ダメですね。おお、ちなみにどういうところが？全然熱量が。熱量。うん。自分の。いや、編集このワークというか。ダメだね。そこダメだね。今のダメだね。今の。ちなみに冒頭のところはどうですか？流してじゃあ。はい。ダメ。これロケ確認したロケ地。これなんでこんな人映り込んでんのじゃあ。ダメですかこれ。ダメだって。コンプライアンスとかじゃないから、だからパッションの問題だっていう話をしたでしょ。普段こういった感じでお二人で作業されてる感じですか？基本的にはそうですね。まあやっぱ細かくこう細分化していって、洗練されたものに最終的に仕上げていくっていう感じではありますね。いやるからちょっといいからいいから、いいよ、はい、見えてるからね、涼まないで。何にやる、どこに回すで、こっちの回す。使い方は分かりますか？分かってるよ、分かってます、分かった上で。あ、いじった、なんか設定これ。あ、いや、いじってないです。いじったんじゃないですか？いや、いじってないです。桃原さんの印象って赤ずれさんからどういう感じですか？いや、私と真逆だなって思いました。結構内向的でネガティブなんですけど、自分がもうポジティブ、明るい、笑顔みたいな。スリーにいない時はめっちゃ心が意外とギャル、意外と素はめっちゃ抜けてて、初対面はもう先生歌のお姉さんのイメージで、もうなんか清楚で汚い言葉とかは絶対しないみたいな、なんかこうなんかみたいな感じだったから、なんか逆に一番合うかなって思って、意外となんかハートはギャルだなって。みのり先生やるって言ったらやりたい、ちゃんとやるって決めてる人なので。そう、じゃあ結構ある意味ストイックな。そうかもしれないですね。なんか表ではそのなんかめでたさ 100% みたいな、本人はなんかアイドルとして負けないことがめでたさだって言ってるんですけど、なんか裏ではこうちゃんと頭切れる桃原がいるって感じます。桃原さんの作られている YouTube の動画のそのアイデアとかそういったところっていうのは結局どういうところから桃原さん自身が出されてるんですかね？彼女はまあ企画に対してはすごい熱弁を振ることもあるんですが、結局他の YouTuber のパクリなんですよね。さてやっぱりそこになんか血が通った動画作りができてるなっていうところだと先生は思いますよ。リスナーさんに教えてもらって、ニコニコワッショイだけではいかないっていうこともあります。意地悪ゾンビがいるのかなっていうの、まあもちろんそこに情熱が感じられなければそれ相の指導じゃないですけど、そういうこともありますし、時にはね、あっ
やっぱりものづくりで一番大事なものって何ですか？ファッションですね。ファッション以外は？ファッション以外は、震えながら登ってゆけ。